応まあ挨拶から よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ミュージシャンの正志岸本さんにゲストで来ていただいています。これはどういうあれですか、アイコンなんですか？これは、他にもあるんですけど、スナップカメラというカメラで撮ってると、こういう。なんかアプリの一種なんですか？そうですね。一応まあ、じゃあ、顔出し NG というか。そうですね。いつも顔は出てないので、この辺。わ かりました。うち、イージー&ナイスレーベルという一応、音楽レーベルなんですけども、まあ、1年以上リリースがなくて、ね。まあ、僕本人もちょっと、レーベルであることを忘れかけてたぐらいなんですけど、ちょっと岸本さんから、音源を送っていただいて、それ良かったんで、ちょっと、じゃあ出しましょうっていう感じで、今回久々にリリースとなるんですけども、どこから話そうかな。なんかまあ、岸本さんっていうと、割とこう、まあ僕の印象だと、ビートとかが細かくこう入ってて、複雑にプログラミングされてて、で、なおかつこう激しめのイメージがあるんですけど、今回割となんていうか静かめな感じの曲を送っていただいて、その辺はなんかどういうあれなんですか？心境の変化なのか、うちに合わせてくれてっていうことなのか。EG&Nice さんからは、はい。でも送りたいなっていう気持ちは、かねてからずっとあったんですけど、はいはいはい。レーベルカラーっていうのもあるでしょうし、はいはい。そういった点も、まあ、なかなかデモを送る機会はなかったんですけど、今回作ってみた曲が、割とこう、ゆったりとした感じの曲だったんで、なんで、か、ツイッターのなんかライブみたいなので、最近こう、作る過程を見せたりとか、してましたよね。で、あそのれ、延長上ですそれね。がなんか割とこう、今回のやつと同じような、なんていうか、ローファイっぽい感じっていうか。で、あれを始めたのは、そうですね、まあ、コロナウイルスの騒ぎが始まってからああいう形になってきたんですけど、ちょうど、まあ、仕事が休業になって、まあ、家にいることが増えて、割とこうゆったりとした時間を過ごしてる中で、出てきたっていうのは、もちろん大きいなるほど、なるほど。要素の一つなんだけど、素材としては、今まで出てきたようなすごく激しい曲の素材と、そう変わりないんですよ。あれの、なんていうかな、できたエネルギーの断片みたいなものを使ってるんで、なんか、使ってる楽器とかはもう一緒で。そうですね。ソフト自体も一緒ですし、使ってるシンセも、まあ、ギターとかは、音源はまた新しく入れたりはしてますけど、これ以ギ外のターシンはサンセプサイルですか？それとズ、ギも。ターサンプルですね。まあ、岸本さんっていうと、やっぱり、リーズンっていうか、そうですね。そういうイメージなんですけど、やっぱり今回もリーズンで。すべてリーズンでやってます。もう最初から最後までリーズンで仕上げるような感じ。そうですね。ミックスダウンの段階までもうリーズン。じゃあまあ一応その手法としては割と岸本さんの他の作品と同じような感じだけど、まあ気分だけがちょっと違うみたいな。そうですね。なぜか、
なんでああいうふうになったのかっていうのは、好きかわからないけど、自分が心地いいなと思ったのが今回作った、ちょうどそんな感じだったんですよね。はいはいはい。なんか、同居している方から、どうしちゃったのかみたいな、言われたって聞いたんですけど。そうなんですよね。なんかこう、今までは、よくわからない、怖い音楽っていう感じだったみたいだけど、なんか普通と言うと変だけど、普通の曲。急にどうしたって。僕的には同じ感覚というか、その作り方も一緒だし、例えば、ビート自体も、単調ではない。ね、すごく複雑にやっぱりこう、オルタネートしていくっていうか。そうですね。ね、そこら辺は前からそうだなと思って聞いてたんですけど。そうですね。まあ、リーズンだとその、まあ、モジュラー的要素があるんで。はいはいはい。ほとんどこう、オートメーションはかからないんですね。ああ。オートメーションも書かないし、ピアノロールもほぼ使わないで、僕は最近やってるんですけど、まあ、付属のマトリックスのシーケンサーがあって、それを主に使ってやるっていう手法は変わってなくて。だからなんか僕もその、ね、作業工程とか動画で見せてもらってて、正直何がどうなってんのかさっぱりわかんなくて、その、どういうふうにしてその結果、この結果が出てるのかっていうのは、パッと見わかんないですよね。そうですね、確かに。ただ、こういうなんかごちゃごちゃした、なんか配線とか、こうほとんどなんかピアノロールも出てこないし、技術画面もないのになんでなってるんだっていうのが、見てもらって、興味があったら、こう、まあ、リーズンのファンが増えるかなと思って。まあ、基本的にはそのモジュラーシンセみたいな感じと思っていいんでしょうかね。あれ、モジュラーを真剣にやってる人には何だって思われるかもしれないですけどね。まあ、セミモジュラーというか、感じですね。なんか、例えばほら、ピアノのこう、今回、その、ちょっとローファイっぽいようなフレーズとか入ったりするじゃないですか。はいはい。で、そうすると、こう、和音とかが鳴ったりする場所もある、あったりしますよね。ああいうのとかもやっぱ同じようなやり方で出てくるんですか？和音を鳴らせるデバイスもあるんですけど、はいはいはい。和音を鳴らせるデバイスも、その LFO とかで制御をコントロールし、制御してて。自分が狙った2位の場所で、ね、こう、和音が出るようにもするし、なんかその、LFO の波形に任せて、タイミングで、こう、和音を作ったりとか。いや、もうなんか、半分以上想像で聞いてるっていうか、わかんないことが多いんですよね、正直ね。なるほど。でもまあなんとなくその、なんていうかちょっとチャンスオペレーション的な部分と、自分である程度その偶然性を絞り込んで狙っていくところと、その両方の関係でできてるのかなっていう。そうですね。ランダマイズって、僕はすごい好きなんですけど、制御されないランダマイズだとか、再現性のないランダマイズっていうのが僕はあまり合わない。ですね。自分が制御できて、それが再現できるランダマイズをいつもこう、そうですね、いつもそれを目標にというか、自分が制御できる範囲内というか、もちろん自分の知識も広げるんだけど、まあだから聞いてる側からすると、なんかやっぱある幅の中で、ランダムネスが起こっているっていう感じには聞こえますよね。そうですね。それがこう、
波状しないための要素だとも思うし、あとはその、まあ、リスニングの時でも、こう、ある意味の安心感もあるなっていうのは、まあ、ちょっとそれはすごく、なんていうか、コンサバティブな発想かもしれないけど、いや、まあでも自分のその、そこが心地いいポイントっていうかね、ことだと思うから、別に、めちゃくちゃやれば偉いっていうわけでもないし。感じですかね。やっぱりその、今回そのコロナの影響とかって相当感じながらやってました？その世界が変わっていくっていう感覚はありましたね。で、自分自身に何かしら影響があるのかって言ったら、もちろんあるにはあるんですけど、仕事が、まあ、生活スタイルも変わったし、そういう、なんていう、外的影響はあるんですけど、それよりも家にいて、みんなのことを見ていて、それぞれの世界っていうのを見ることができたっていうのは大きいなと思います。あれ、岸こうい本さう、んって、結婚されてるんでしたっけ？してます。あ、そうですよね。そうすると、まあ、家族というか、そうですね。何？ 4 人？全部で4人か。5人？全員僕入れて5人。5 人ですよね。そんで、まあ、小さいお子さんもいらっしゃってっていうか。そうですね。で、そういうのの、なんか、こう、やりとりの中で、まあ今までよりよりこう長い時間を過ごすとか、そういう関係は結構あるってことですかね。そうですね。僕はもうほぼ仕事してたんで、今までは。こんなにこうみんなと関わる、長時間かかるってことはなかったんですね。それでこういろんな価値観とか得られたし、たくさん発見があって、それはすごい面白かったし、影響も少なからず受けてるなぁとは。まあ、それもあって、なんていうか、割と、ちょっとこう、まあ、穏やかめになったっていうことは、あるのかな。あとは、そうですね、はっきり自分で意識してるところは、まあ、半分趣味で、パスタ屋を始めたんですよ。あ、なんかね、やってますよね。月1ぐらいでしたっけ？そう、月1でやってて、まあ今はちょっとできないんですけど、パスタ専門の店をやってて、そこはちょっとカフェを借りて営業してるんです。そこのカフェで、こういう曲が欲しいなっていう、で、お店の BGM 的な意味っていうか。そうですね。そういうのもあって、そういうイメージもありましたね。いや、なんか面白いことやってんなぁと思って ね、僕も、キヨンさんの作ったもん食ったことあるんですけど、実はね そうだっけ？ いや、そうなんですよ。昔なんかね、遊びに、キヨンさんのとこ遊びに行った時に、なんか飯作ってもらったことがあるような気がする。作ったかもしれない まあ、たまたまね、近くに住んでた時期があったんでね。そうですか。まあ僕としてはやっぱりその岸本さんが力あるのは分かってたんだけど、まあおっしゃるように確かにその、うちのなんかレーベルカラーみたいなのもね、一応あったんで、まあややちょっとラウンジ寄りっていうかね、その、アンビエント寄りなものの方がいいなとは思ってたんですよね。で、岸本さんのその結構ゴリゴリのアンビエントとかも実は聞いたことがあって、それはね、結構僕好きだったんだよね。なんかその、それ言っそうたですことか。あると思うんだけど、その、あ、こんなのできるんだ、この人とか思って、で、それはそれでなんかくれとか言ったりとかしてたような気が するんですけど、今回はまあ、そこまでアンビエントっていうかドローンみたいなんじゃなくて、もうちょっとその、なんていうのかな、やっぱローファイヒップホップに近い感じですよね。そうですね。
シャッフル、ビートのシャッフルとかもさせてるし、そうですね、ヒップホップですね。そこら辺の、まあなんていうか、こう、ポップさもありつつも、ね、なんていうか、まあ、アバンギャルド過ぎない、ちょうどいいとこなのかもしれないですね。じゃあ、今あれですか、なんか、うちにいて、結構いろいろ大変だったりとか、そんなことはないですか？なんか、仕事の面とか。仕事はやっぱり仕事が少ないのはきつかったですけど、まあそれなりに自分でじ、あの、まあネット関係の仕事とか拾いながらやってたんですけど、そうです岸本さん結構何でもできるから。ね。いやいや。なんかね、今回そのジャケのデザインとかも、ご本人にそうちょっとやってもらっちゃったし、そジャれケットから、デザイン。まあパソコン関係とかも強いし、ね、あと、なんか、あれでしょ、サボテン屋さんみたいな、やったりしてましたもんね。園芸業界にもいますね。だから本当結構、まあ器用っていうか、いろいろできる人だなぁとは思ってたんで。まあ食いっぱぐれはしないんだろうけど。いや、何もできないですよ、本当に。そんなことないですよ。今回はあれですかね、ちょっとまあ、まあ、イージーアンドナイス自体もね、割と、まあ、ややアンビエント、ラウンジ寄りのとこなんですけど、まあ、こういう人に聞いてほしいとか、なんか、そういうのとかってあります？なんか、こんな人たちに聞いてほしいって。特に限定はないですけどね。まあ、広くいろんな人に。まあ、こう、ビート的に、僕的に捉えた、まあ、ローなビートを、まあ、ローなんだけど、すごく、気持ち的には、こう、ハイかなっていう。確かに確かに。いわまあ、でゆるも結そのチルな感じっていうのともちょっと違うっちゃ違いますよね。構、そうですね。そういうような感じではないですね。やっぱりだからどう聞いても岸本さんの音楽だなっていうのは分かるようにはできているというか、そのいわゆるそのね、なんかローファイヒップホップのそのラインナップの中に入れていくと、そういうものともやっぱちょっと違うのかなっていう。もうちょっと個性がやっぱりあるし、作家性が強いというかね。ありがとうございます。だから、まあその曲のイメージっていうのは、まあ一日通して朝から晩まで、まあ深夜までっていう流れなん。一応じゃあその1曲目が朝みたいな。そうですね。で、で、だん最だ後んの曲。最後が夜。そう、夜中ですね。なんかタイトルの、なんだっけ、マイロジーツっていうんですか、あれ。そうですね。あれは、まあ、B を伏せてる。あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。伏せ字の X なんですね。ちなみに僕の名前も実は伏せ字の X です。確かに確かに。でもあれ自体が、まあ、岸本って読めないことはないですよね。そうですね。あれちょっと面白い表記だなと思って。そうです。あれは、まあ、B を入れてもいいあ、し。まあ、ビート。頭の中では一応ビート。入れなくてもいいし。ね、なんかそういうのありますよね。そういう表現っていうかね、なんか。あれってどういうカルチャーから来てるんですか？伏せ字で X 使って。どういうカルチャーですかね。僕は、何を考えずに、自分もう当たり前に。で やったんですけどね。なんかほら、機材とかでも、なんだっけ、303のああ、エミュレーターのなんか機械とかで、なんかこう、伏せ字になってるやつとかあるじゃないですか。ゾックスボックスですね。そう、ゾックスボックスとか、ああいうのとか、なんかまあ、ああいうカルチャーっていうのあるなとか思って。そうですね。
そのタイトルも朝から晩になってるんですけど、まあそこにある背景の背景を少しこうタイトルに混ぜてて、まあ例えばまあバードとか、キャットとかムーンとか入ってます。基本的にこの自分一人のシーンが、はい、あ、そうなんですね。誰もいない。うんうんうん。それで通行人ぐらい。うんうんうん。感覚です。これはやっぱり、それは今回の曲に限らずいつもあります。ああ。それは何ですか？一人が好きみたいなのもあるんですか？そんなことないですけど。前に多分脇坂さんに話したことはあると思うんですけど、人はこう必ずこう、まあ、絶対の子であって、こう相手にはなれないっていう。はいはいはい、はい。いや、岸本さんとね、結構僕、その、長くね、話したりとかする機会があったから、割と突っ込んだ話とかもしてますよね、なんかまあ。ますね。で、その中で僕も覚えてて、結構面白いなと思ったのは、なんか、一人の人間を、なんか惑星に例えて、その、人と人が会うっていうことは、その惑星と惑星が衝突することなんだ、みたいなこと言ってた。ああ、言ってましたね。いや、あれすごい面白いな、とか思って、最初どういうことだろうとか思ってたんだけど、まあ、それぐらいなんていうか、子っていうものを、すごくその、分かれた、別の世界として捉えてるんだなっていうことは、なんとなく。そうですね。まあ、そこがその、悔しいとこでもあって、まあ、寂しいとこでもあるんですけど、まあ、でもそれは常にこう、意識して、いくことだなっていう。まあ、その、岸本さんにとってはそれがリアルな世界っていうか、リアリティを持ってそういうもんだっていうことなんですかね。まあ、どこにいても一人っていう感覚は、意識するべきじゃないかな。なるほど、なるほど。今だって人と一緒に住んでるわけですよね。僕なんか逆に今一人暮らしですけど、それでもやっぱり全然こうなんていうか交わらない部分っていうのを感じることは結構あるんですか？それはありません。ただそれはその尊重の意味でも必要なこと。あまりにも交わりすぎるとやっぱその尊重できなくなるというかそのそういう感覚を忘れてしまうことがあるんで必ず。なるほどなるほど。人としてどんな人でも。するべきだとは思ってるんで。まあ、気をつけてるっていう面もあるっていう。まあ、なんかこんな話していいのかね。いや、別にでも全然悪い話じゃないと思うんですけど、なんかその、パーソナルスペースじゃないですけど、その個の領域っていうものを大事にしようっていう、ことでもありますよね、なんかね。なんかダメな人間に映ってるか。そんなことないですよ。いや、僕は結構、岸本さんは本当に、まあ、たまたまね、なんか、まあ、奇妙なところで出会ってるから、ねえ、これ言っちゃっていいのかな、この話。職場が一緒だったっていう。これ、後でダメだったらカットしますけど。あ、そうですね。あと、ちょっと、まあ、後で言ってください。で、はい、岸本さんにいきなり、あれ、脇坂さんって、DTM やってるんですかとか言って言われて、なんで知ってんのみたいな、何それみたいな。でもなんか誰かのまさに音楽やってるみたいな、話聞いて、絶対これ話しかけておこうと思って、そしたらとんでもないシンセおじさんだったって。シンセバカだったっていうね。いやでも脇坂さん、が、まあ、これ言っていいのか分かんないですけど、はいはい、これ
あなたカットで、はいはい。お店のスピーカー設置してくれたじゃないですか。はい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 、はい。あれ、未だにすげえなって思って毎日やってます。完璧なスピーカーですよ。あ、そうっすか。あれね、その、まあちょっと後でこれカットするかどうかわかんないですけど、実は岸本さんと僕と同じお店で出会ったんですよね。そうなんです。それで、そのお店の立ち上げの時に、立ち上げのメンバーとしてたまたま一緒にいて、で、その、まあお店の BGM のためにスピーカーが2個あったんだけど、それ僕もちょっとまあ音響バカだから、ものすごい時間かけてセッティングしたんですね。そうそうそう。で、スピーカーの位置とか角度とかをすっごいなんかずーっと時間かけてやってて、それで、まあ、お店全体で綺麗になるようにって考えてやってたんですけど、まあ、旗から見たらね、なんかそこかよ、みたいな。いや、僕も重要だと思って真ん中にずっと立ってましたからね。まあ、でも、未だにじゃあ、あれは、あのまま動いてるってことですね。動いてない、動いてますね。ああ、そうなんだ。完璧です。おかしいですね。そうですね、その、あとね、その、岸本さんとの話で面白いなと思ったのは、ちょっと似た話なんだけど、ね、やっぱり自分のっていう存在を、その国に例えてて、うん、あれね、こう面白かったんだよね。なんか僕の中に全然ない発想だったんで。国ありますよね。俺国ってよく言ってて、で、その俺国の、まあ、自分は国王なんだ、みたいな。そうですね。まあ国王であり国民です、うん。国民でもあるっていうね。全国民と国王が俺なんです。うん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 。まあ、全てを。その認識はなんか相当面白いなと思ったんですけどね。まあだからいろいろこう、会議とかも。だからなんかあれですよね、その自分っていう存在を、その、こう一つのなんかこう点みたいなもんじゃなくて、もっとその、なんかの集合体として捉えてて、っていうことなのかなと思って。そうかもしれないですね。で、その集合体の構成要素の中で、なんか会議みたいなのが起こったりとか、そうですね。してんのかな？そうですね。それで、そうですね。じゃないとこう、うまく、物事が判断できないんじゃないかな。でもなかなかね、それってその意識的にそういうことやってる人ってあんまり僕は会ったことないから、すごい面白いなと思ったんですよ。まあこの俺国の話は脇坂さんにしか多分したことないです。あ、そうですか。大丈夫ですか、この話。たまにツイッターで俺国って言ったことあるかもしれないですけど。いやー、俺国面白いなと思って。僕とか結構そこら辺欠如してて、なんか自分がこの、なんか一点だけで全部決めてるような感覚が強いんですよ、僕もともとは。で、その結果として、その自分の、その、まあ、実際にはその、俺国的なものが本当は存在してて、その国民たちがすごい、こう、なんていうのかな、圧政を強いられたりとかしてる時があるわけなんですよ。なるほど。そうそうそう。だから、岸本さんの話聞いてから、なんかもうちょっとその国民のことを考えるようになってきたっていうか。どうした？今まで結構俺ほんとね、ブラック企業の社長じゃないけど、そういうとこあったと思うんですよね、なんか。絶対、反乱起きますよ。内乱起きますよ。そうなんですよね。そうなんですよ。で、それが例えばまあ病気だったりとか、そういう形で現れたりとか、ボイコットされたりとか、ここはね、ちょっと学んだとこですね。いや、脇坂さん、変わってないっすね、全然。いやー、まあでもね、まあ、年は取りますよね、やっぱり。あれ、だって、岸本さんと一緒にいた頃って、あれ、何年ぐらい前かな、もう、10年。いや、そんな前じゃないですよ。そんな前じゃないですよね。7、8年ぐらい。いや、もっと最近、5年ぐらい。あ、そうでしたっけ？そんなもんか。うん、いやー、5、6年前。あの頃に比べたらなんかだいぶ、
自分としてはこう、年取ったなとか思ってるんですけどね。まあ、多分一生そのまま。いやー、わかんないですけどね。まあでも、なんていうかな、その、もちろん変わんない部分もね、やっぱりあるし、そんなにこう、自分も器用な方じゃないから、何でもかんでもできるわけじゃないし、相変わらずなとこは相変わらず。まああの頃でも面白かったです。楽しかったですけどね。確かに。すごい楽しかった。俺も岸本さんがいたおかげですごくその、まあ毎日楽しかったし、ねえ、こっち来る前は、京都来る前は結構、つるんだりとかしてたんで。うん、僕のまあ思い出は、大阪さん、はい、しばらくメガネをしてこなかった時あった。ああ、そうでしたっけ。で、なんでメガネしてないのって聞いたら、うん。ぼんやりした世界を楽しんでるって。そんなこと言ってました。こう世界がこう溶け込んでる姿を楽しんで素晴らしいなと思って。ああ、そうですか。なんか、恥ずかしいな。ちょっと今回のそのリリースの曲のさっきの説明の話で、一曲一曲にタイトルが結構僕、あれ全部は終えてないんだけど、その単語みたいなものがこう、はい、羅列してあるっていうか、はい、そんな感じですよね。そうですね。で、それがその、その曲のなんていうか、情景の要素みたいな感じですね。そうですね。じゃあ、それを一個一個見ていくと、その曲のなんていうか、風景を構成するものを見ていくみたいな感じなのかな。そうですね。そういう感じにしました。はっきりとそういう情報を曲に与えるっていう、まあ、普段あんましないんですけど、今回は割と具体的な情景を与えて。それは、まあ、どの段階でやるわけですか？つまり、曲作ってる時っていうのは、そういうこと考えてるわけじゃないですよ。そうですね。あの、タイトルは全部。まあ、でもまあ、途中で考えたのもありますけど。あ、やっぱりそういう時もあるんですね。後付けのもありますし。後付けのもあるし。うん、後付けって言っても、その、理由なく、僕は、あんまりタイトル、理由なく付けるってことはあんまなくて、まあ、例えば入ってるサンプリングされた音の要素だったりとか、はい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 。まあ、そういった、あとは、その単語自体に複数の意味を持たせてるとか。なるほど、なるほど。結構あれですよね、岸本さんは言葉に対しては結構こだわり強い方かなっていう。そうですね。印象があるし、あとほら、そのアーティストのこう変面もいくつかあるじゃないですか。うん、あれとかってどういうこう、なんか役割分担みたいなのがあるのか、それとも単にこう、いくつかキャラクターを持たせてるのか。あれは、場合は、まあ、今回は、自分のメインの名義で、うん、ビジ&ナイスさんから出してもらいますけど、うん、まあ、曲調で今までは名義変えてて、うん、まあ、他の名義は結構すごく、フロア向けの、うんうんうん、あと思いっきりメタルだったりとか。ジャンルが違う場合は名義を変えてます。やっぱりじゃあちょっとその音楽性である程度託してるっていうことですかね。そうですね。僕そのなんか自分の中に割とメタル要素があんまりない人間なんで、はい、メタルカルチャーとか全然わかんないんですけど、ね、あの辺の魅力っていうのはどの辺に あるんですか？急にそれですか？いや、なんかほら、そのやっぱ明らかにね、その例えばロゴだったりとか、
ほら、その、グループ名のロゴとか、あと、それから、まあ、そのカルチャー的に、こう、なんか、あんだろうなっていうのは、なんとなくわかるんだけど、その、もうちょっとこう、どういうかな、なんかその、価値観っていうか、例えば感情だったりとか、その、社会に対するその姿勢だったりとか、なんかそういうのっていうのはあるのかなと。例えばほら、ヒップホップとかだったらなんとなく想像がまだできるんだけど、メタルぐらいになるとちょっと僕はあんまり、まあ僕が不勉強なんだけど、あんまわかんなくて。そうですね、その、まあ、僕はもうメタルも好きだし、うん、また別のハードコア、パンクとか、うん、ああいう、まあ割と激しめのジャンルがもともと好きなんですけど、うんうんうん、そのなんか激しめのものが好きなっていうのはやっぱりその自分の中に結構激しい感情があるからってことですかね。まあそれは本当人それぞれだと思うんだけど、うんうん、僕は 割とチルな要素なんですよね、メタルっていうのが。おまあ、チルアウトって、こういう事態のことを言うじゃないですか。はいはいはい。だから、メタルを聞くことが僕にとってのチルアウトだったりする場合もあるんです。ああ、なるほどね。それは僕は全然想像したことなかったから。でも、ものすごく速いビートでも、うん、持ってるテンポはものすごくゆっくりだったりするんですよ。ものすごく速いんだけど、持ってるビートはすごいゆったりなんですよ。なるほど、なるほど。なので、ライブハウスとかで、まあ、暴れる人たちもいれば、うんうん、本当に、ゆらゆらとゆったりしてる人たちもいれば。そう、僕はなんか割とこう、こう、なんかためじゃないですけど、こうゆったりとした。でも確かに、その、なんていうか、ためって言われるとなんとなくわかる気がする。なんかこう、スネアのこう、叩くこう、スピードみたいなのが結構こういう、そうなんですビートがゆっくりに聞こえるっていうのはそうかもしれない。だから、まあ、あとは、まあ、最近は、そういうふうには言わないですけど、ヘビーメタルっていうのは、うんうんまあ、僕はそんなにヘビーメタル自体はそんな聞かないんですよ、ね。うんまあ、それはいいんですけど、うんうん、ヘビーメタルっていうのは生きるパワーだっていう、僕はすごい印象深いセリフがあって、あの、久保切子さんって漫画家、はい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 。あの人が、今時の子供っていう漫画に、おとなしつぐむくんっていう、メタルが大好きな男の子で、はいはいはい。この子が言うセリフなんですけど、ヘビーメタルは生きるパワー。そこはなんとなくやっぱり、その共感する部分はありますか？そうです。当時はそう思いました、ね。まだ、僕は中学生ぐらいだったかな。あれ、スピリッツかなんかに連載してるんですよ、ただです。で、あの、久保切子さん自体も、あの、ピッキーピクニックっていうバンドをやってたんですよね。あ、そうなんですか。あのニューウェーブっぽいバンドをやってたのかな。確かなんか、ミュージシャンの。ノイとかと同じレーベルだったような気がします。その、なんか、でも、岸本さんが今聞いてる、そのメタルっぽいやつっていうのは、いわゆるメタルっていうよりは、もうちょっと、今のサウンドのやつですよね。そうですね。あの、もうちょっと僕は、もともとハードコア寄りのものが好きだったので、まあ、多分聞いても、どっちも一緒じゃんって、思う人も多いと思いますけど、なんていうか、アティテュードが違うというか、もうちょっとこう、荒削りというか、なんかのサウンドが好きなので、
あとなんだっけ、なんか前、岸本さんに聞いた話で、その、なんかメタル的なものを突き詰めていくと、なんか最終的にアンビエントに至るみたいな話あ、を。そうですね。まあ、激しい音楽、高校生ぐらいの時に、まあ、求めて、もっと激しい、もっと激しいっていうのをすごい探してたんですね。もっと速い曲ないかとか。そうすると、最終的に、まあ、ノイズに行ったんですよ。まあそこまではなんとなくわかる。ノイズまで行って、メルツバヤさんとか聞いたり、すごい好きで聞いてて、ノイズまで行った先に、たどり着いたところが、ブライアン・イーノだったんですね。それ結構面白いなと思って。ねえ、それなんで、か、ずっとこう地球を回っていったら反対側にたどり着いたみたいな、なんか。なんていうんですかね、例えば、光ってすごく速いじゃないですか。で、ブラックホールとかに吸い込まれるときってめちゃくちゃ速くなるんじゃないですか。ブラックホールに光が吸い込まれていくと、あまりのそのスピードで止まって見えるっていう話があって、なんかこう、それだなっていう感じなんですよね。何言ってるかわかんないけど。いや、わかん、正直わかんないけど、まあ面白いなっていうか、イメージするとなんとなくこう、壮大な感じがするっていうね。すごく速いものって止まるじゃないですか。いや、もう全然わかんないですけど。最早高い。速度に行くと止まるじゃないですか。あ止まって見える。じゃあ、こうものすごい速い回転してるものを見るともう止まって見える。ああいう感じ。なるほど、なるほど。絶対俺バカだ止まるでる。いやいや、そんなことないですよ。なんか、面白い、すごく面白い話だと思って聞いてる。なるほどね。いや、だからそんな岸本さんの作るアンビエントは結構僕から聞くと、普通にいいっていそうですか。う。じゃあ、なんか、僕別にその激しい方を通ってきてないけど、でも、そういう人間から聞いても、なんか非常にこう、気持ちのいい、なんかアンビエントを作る時あるなぁとか思って。次回。そうですね、次回はまあ、ちょっとアンビエント曲溜まったらまた送ってください。1曲1時間とかでもありなんですか？いいっすよ。ただ、その場合は、1曲1時間の場合は、1曲でリリースかな。1曲1時間10曲入りとかはなし。それはちょっと無理かな。あ、いや、でもめちゃくちゃ良かったら、そのシリーズ化していくっていう可能性はある。っていうのはね、今僕ちょっとその、イギリス人のアンビエントの作品のリリースの準備してて、で、その人もね、一曲一曲めちゃめちゃ長くて、しかも曲がものすごいたくさんあるんですよ。で、全部送ってもらったら、もうなんか、選べなくって、もう逆になんか、長いし多いし、そのなんか普通の意味でほら、60分とか70分のアルバム作るみたいな感じでうまく収まんないんですよね。だから、ね、今困ってて、どういう選曲にしようかなとか思ってるのと、あとまあ時期的にやっぱりその夏っていうよりその人まあちょっと多分寒いとこ住んでる人なんで、曲がこう冬っぽいんですよ。ちょっとヨハン・ヨハンソンみたいな感じで、だから、まあもう、あと半年ぐらいしないとなんか、出ないかな、みたいな感じで。本当はそっち先出そうと思ってたんだけど、岸本さんのやつの方が先にまとまっちゃったんで、岸本さんのやつ出そうっていうことになったんですけど。まあでも、ねえ、なんか、送ってください。っていうか、聞かせてくださいよ。その、アンビエントできたらまた。アンビエントが、実は一番大変です。大変。一番気遣いというか、一番、こう、エディットが細かいというか そうですね。一番疲れる
疲れる。本当、ドハマりしてやるんですけど、終わった後、くたくたに。疲労度が高いという。みんなすごいなって思います。なんかでも、アンビエントって結構、今、ちょっと、面白い面に入ってて、かなりいろんなものが、自分の周りでも、アンビエントって、これはアンビエントって言ったらアンビエントみたいな感じでみんなやってる人もいて、まあ、なんでもありっちゃなんでもありだな、みたいな。でも、その反面、なんかその、Spotify とかで、ジャンルとしてアンビエントって聞いていくと、どれも割と似たようなものが多いっていう、そういう両面あるなと思って。アンビエントっていうジャンルの幅がすごい広がったなって感じてて、まあ、シューゲイザーとかも一部そういう風に入ってったりするし、またそのシューゲイザーの定義自体が、すごく広義になってって気がする。で、まあ僕はもう一個別にやってるプロジェクトの、まあプロフィールにも書いたかもしれないですけど、ポストブラックメタルプロジェクトをやってて、それをバンドキャンプでリリースしてるんですけど、はいはい。なんか、まあブラックメタルっていうのはもともとノルウェーが主な産地のジャンルなんですけど、まあそれが、どん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 最近こう、アンビエント化してきてるんですね。でも激しさが一切ないバンドとかもあるんですよ。完全なアンビエントのバンドもあるし、こうちょっとギターとかもすごくノイジーなギターが入ってたんですけど、そういうのもこうシューゲイザーとして捉えられたりとか、それがなんか合わさってブラックゲイズって呼ばれてたりとか、僕たちはブラックメタルだって思って聞いてたものが、最近のリスナーにすると、シューゲイザーだって認識があったりする。ところが、面白いなと思って。なんかそう、ジャンルのこう、境がだんだんなくなってきてるところが、面白いですね。結構、もう長くなったんで、そろそろと思ってるんですけど、最後に何かこう、宣伝したいこととか、今後の、なんていうか、予定とか、考えてることとかあったら、ちょっと教えてください。今後の予定は特にない。特にはない。パスタ屋さんは、また。パスタ屋さんが再開したらまた宣伝するんで、近くの方はぜひ食べに来てください。なんかあれ変わったもん入れてましたよね、なんか、食材。基本的にメインがトマトソースのパスタですけど、僕らのパスタってメニューが1個しかないっていうのがスタートなんで、それがトマトソースだったんですけど、まあ、サブメニューとして毎回違うパスタが選べるっていう。じゃがいものペペロンチーノとか、サメとキノコの、そのサメっていうのがなんかすごいなと思って、サメ入ってんだって思って。サメ。それ本間もんのサメなんですか？本間もんのサメですよ。食べたことないですか？いや、ないですね。今度ぜひ食べてみてください。あ、ぜひぜひ。僕もね、近くに住んでたら食べに行きたいんだけど、岸本さんね、東京だから、ちょっとなかなかもう今は、特にこのコロナ以降僕全然東京帰ってないんで。サメのパスタですね。うわ。まあ、ライブとかはね、なかなかちょっと今難しいと思うけど。まあ、あとは、バンドキャンプの方にも、はいはい。出してるんで、はいはい。チェックしてみて。その辺のなんか、バンドキャンプの情報とかもちょっと送ってもらったら、貼っときますんで、ありがとうございます。ぜひぜひ。激しいやつを。激しいエレクトロニカが好きな人は。ね、その辺もじゃあちょっと宣伝しておきますね。こんな感じですかね。こんな感じでじゃあ今日はとりあえず。